ちゃんのお祝い写真に写ってたね。そうなんです、あの渚さん今日誕生日じゃないですか。そう、それで今日レッスンの合間にレッスン終わった後かん、レッスンの合間にお祝いをしたんですよ、みんなで。そうだから今日レッスン私もあったので、そうです。でもお話できなくてショックだった。あれ21ポーズ、21歳なので。でも私はあれでしたね、あの2枚ぐらい写真を撮ったんですけど、2枚ぐらい撮ったっちゃけどね、私はどっちもあれでした、撮られる前の何ポーズする前って感じのをそう、もうシャッターなんていう、ちゃんとポーズできてなかったから、もう一枚はなんかめっちゃどこ向いてんのってとこ向いてます。そう、撮られてると思ってなかった。まだケーキ食べる配信してた、本当に美味しそうだった。うん、そう、ドゥ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 、肩治んないんだよね。そう、今さっき配信をする前に気づいて、やっぱめっちゃ激痛だわって思った。うん、なんかふとした時にわかるんだよね。めっちゃわかる。そう、めっちゃ痛いですよ。そりゃそりゃって、うん、めっちゃ痛い、めっちゃ痛いです。待って、四十肩って私40歳じゃないです。うん、あ、そうじゃん、今日誕生日だよね。そう、おめでとう。待って、でもまだ早いよね、歌うたに。もうちょっと見ててくれる？後で歌おうよ。うん、何がやばいと？いや、めっちゃ痛いんです。なんでなんだ、これ筋肉痛なのかな、なんだろう、めっちゃ痛い。今歌ってもいいでって。みんなどうする？いつがいい？もうちょっと後がいいよね。もうちょっと後がいいよね。もうちょっと見ててくれるならもうちょっと後で歌おうよ。あ、待って。受電器刺させてください。整体行ってこないって言って。あ、いいね。行こうかな。確かに。直してほしい。治るよね、整体、本当に。うん、こういうのってやっぱさ、シップとかじゃ治んないじゃん、すぐ。そうね、今日誰にもお祝いされてなくて、嘘やん、寂しすぎるって。私がお祝いするので大丈夫ですよ。お誕生日おめでとうメール見たで、ありがとう、呼んでくれて。いつも長い期間肩痛いの、うん、肩はこんなに痛いの初めて。初めて。肩めっちゃ使うからかな、なんだろうね、めっちゃ痛いんです。めっちゃ痛いんです、痛い。アイシング、なんかさ、アイシングできる道具がないよね。あ、あるわ、保冷剤がある。保冷剤ちょっとあれか、
でもみつおもね、私が肩痛いって言ったらめっちゃ分かるって言ったから、多分ダンスなのかなって思ってますよ私は。でもこんなに痛いの久しぶりっていうか、ダンスでこんな痛いのは初めてかもしれない。分かんない、忘れてるだけで。今まではもうすごい足にきてたからな。今日レッスンでした。うん、コールドスプレー、あ、それいい、いい、やっぱり使ったことない。明日仕事納め、いいね。明日24日、イブ、あ、待って、もう明日クリスマスじゃん。クリスマスだよ。あー、クリスマスじゃん。クリスマスか、早いね。なんかほぼ毎日レッスンし、ほぼ毎日レッスンしちゃうからさ、早い。なんか明後日か、あ、明日イブですね。うん、明日イブ。リン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 、クリスマス。あ、皆さん明日はアンロッケ放送なので見てください。どこかにチラッと出てるかもしれません。クリスマスケーキいいね、食べたいな。クリスマスケーキいいね。ねえ、あさってそうだよ、お話し会だよ。みんな楽しみにしてます。あ、おしましもできるので皆さん待ってます。水曜日のダウンタウン見ました、面白かった。あのさ、あのカメラがないのすごい笑っちゃった。めっちゃさ、じって見てたじゃん。うん、クリスマスサンタさん待ってますね。サンタさん、サンタさんってホテルにも来るのかな。うん、リン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 、クリスマス。サンタが家に来てくれる。お家でも、お家に寝ちょらんかったらさ、どうやろうね。えだしさん、お久しぶり。今日は何食べる？今日はめちゃめちゃチーズにハマってるので、今日はというかチーズにハマってるのでチーズ食べます。いや、チーズ食べてます。はい、今日は、今日ね、もうね、チーズたくさん食べた。今日チーズ3つ食べたっちゃうけど、いや3つじゃないな、3つ。うん、いや、もうね、チーズを、これぐらいのチーズを3つと、ね、チーズしか、いや、チーズしかじゃないけど、ほぼチーズしか食べてない。朝早くにご飯を食べたっきり、もうチーズしか食べてないです。はい、あ、スイートポテト1個食べたけどね、本当にもう、あの、いいです、もう今のところ間に合ってます。かけるチーズも食べたし、うん、そう、スーパーリッチ、そう、最終回今日10時からだよね。そうだよね、
私は最近チーズで栄養とってるのでチーズってめっちゃ栄養あるよね。タンパク質もあるし、マックのポテトにしたら、あ、今日までだよ。 M サイズと L サイズニュースでやってた。うん、あのイットでやってた。うん、なんかめっちゃ今日マック並んでるらしいよ。そう、並んでるらしい。みんな並んだ？ゆなさんフォローしました、ありがとう。ぜひぜひツイッターもフォローしてください。今日はカルボナーラ作るのにめっちゃチーズ使った。いいね。カルシウムもビタミンも取れるって、おー最高じゃん、最高じゃん。チーズ、ね、チーズチーズ言ってたらチーズが食べたくなったじゃん。チーズあるんですけど、カマンベールチーズと鮭フチーズとあのチーズがあります。クリームチーズがあります。うん、宮崎のご当地チーズってあるって。あ、宮崎はね、あのねチーズまんじゅうとチーズ棒が有名なんです。そう、めっちゃ有名だからお土産でね。そうだから結構チーズ有名だよ、そういう意味では。うん、あの別にコーダチーズだっけとかカマンベールチーズが有名とかじゃなくて、あのチーズを使ったお菓子が有名。そう、マックのポテト S サイズしか買えんってね。でも S サイズ何個も頼めるってね、どうなんだろう。ほんまにチーズだらけよ。誰か私のさ、あのスイートポテト引き取ってください。裂けるチーズ何本まで裂けるかやったことある？え、ない。でもめっちゃ裂く。シェイクシャック行ったことある？何シェクシェイクん？シェイクシャックってなん？ S サイズが一番儲かりそう。もう当たり前だよ、一番儲かるさ。スイートポテト引き取ってよ。なあきさんこんばんは。あ、ハンバーガー屋さん？ウェンディーズじゃなくて？ウェンディーズのポテトも美味しいよね。美味しいよね。チーズまんじゅうはアンテナショップで買って食べた。おー美味しいよね。そう、私も東京に来るときとかさ、あのお土産屋さんでチーズまんじゅう買ってきたりすることある。寂しくなっちゃうから、うん、恋しくなるよね、なんか、うん、あの味。シェイクシャック、かっこいいね名前。みんなクリスマスは何するんですか？クリスマスイブとクリスマスは何するんですか？何する？まあクリスマスはね、もちろんみんなお話し会だもんね。うん、お話し会だもんね。楽しみ。そう、チーズまんじゅう、そうめっちゃ美味しいから食べてほしい本当に。嬉しい、みんなプレゼントありがとう。かわいい。クリスマス。あー、クリスマスチキン、ピザ、最高。ぼっちですって。お話し会しましょう。お話ししましょう。お、3日目。イエイ。
クリスマスも仕事します。ピエンすぎる。ピエン、ピエン、チーズ食べたい。チーズも食べちゃダメですか？なんかチーズ食べすぎるとあれとかなんかあるのかな。いやチーズそんなんあれだけど、チーズこんぐらい乗って何個まで食べていい？1日。いや今日はまだ3つですけど。絶対チーズまんじゅう食べるって。もう絶対食べて。もうてか普通に空港にめっちゃ売ってるから大丈夫。チーズめっちゃ栄養ありそうやし食べ。玉菌美味しいよね。さあ暖房。ルルルルルル。みんな楽しみにしててくださったかな。来てください。横浜を泊まるのは私だけじゃないかもしれない。ですか。いっちゃない。戻ったっちゃない。どう。いいと思う。きっと。きっといけるさ。来たよね。やっぱ来たよね。待ってました。今日前髪が分かれるな。よかった。じゃあまた止まったら教えてください。動いてるかな。眠いって。だ5時間え、動いてる？これ本当に。リース。リース。スカ。今日はよく止まるねって。嘘だな。なんで？いい子にし、あ、電波状況良くないよ。なんで？動いた。絶対に絶対に動いた。これは絶対に動いたね。動いたでしょ。よし動いたね。じゃあ動いてるうちに歌を歌いましょう。せーの。 Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday dear カメさん、コヘさん。 Happy birthday to you. おめでとうコヘさん。次回で会おうね。待っちょるよ。いつもショールームもありがとう。素敵な一日。みんなで歌えてた。止まらずに弾けたかな。そんなことある。やなちいよ。
このなんてごめん、本当にごめん。待って、そんな電波悪い？なんで悪いと？でも確かにね、進まない、携帯、そうそうそう。一円玉配りますね。動いてませんか？動いてない？動いてないの？本当に本当に動いちゃうん？動いた。あるんやろ。なんで？ごめん。なんで？いいの、めっちゃいいよこれ。めっちゃいい、本当に。暗いかな。暗かった？眩しいんだよね、なんか。でこれで電波が良くなるなら不安になるよ、本当に。痛い、めちゃめちゃ。みんな、はい、どうですか？絶対動いてると思われます。動いてる？びしちゃった。みんなお帰り。電気つけてた方がいいですか？お、あやちゃん今日ね、めちゃめちゃね、本当に困ったもんだね。止まってるんやない？本当に。声が聞こえない。嘘、それは嘘。声聞こえるやろ。どう？聞こえる？ニキになる。聞こえ始めたって、聞こえたと？暑い、すごく。切っちゃえ。切った。暑い、すごく暑い、やばい。暑い暑い暑い、めっちゃ暑い、これ。やばい、気分悪くなりそうな暑さ。私暖房そんなないの、本当にさ。もう今日はついてるやつ好きやけど、スティック棒のやつ。あれ、まさかの見えてないパティン。でも、もう今日3個食べたので。ない、これ。めっちゃ可愛いよね。これさ、6個入ってるやんか。待って、計算しよう。6、そんなもんか。3個食べた。あ、3箱じゃない、3つ食べた。にご飯食べたっきり、ご飯は食べてないから。そう、チーズどういうこと？あ、これ1日1個食べなさいってこと？いや、これいつもね、お家で食べるときとかはね、クラッカーに
挟んで食べたりクラッカーに乗せて食べたりするの。こう切りのチーズ丸々こうやってガブって食べるの初めてじゃないかもやけど、初めてやと思う。これだけで食べるの、ちょっと前まではこれだけで食べるのは無理だった。なんかつけたくなるみたいなね。チークついてるぐらいやからね。これついちゃうけど、避けるチーズも美味しいし、あーキリが欲しい。みんなキリが欲しいです。今すごく、でもこれ高いよね。これ高い、結構これ結構高い。300何円、お高め。まあ、キリですからね。400円はいかんくらい。そう、あ、コンビニにあるこのサイズ、このサイズがいいんだけど、あのスティックのやつじゃなくて、今は本当はスティックのやつが好きやっちゃけど、今はスティックじゃなくてこっちが欲しい。どちらかというとチーズを食べたい。これくらいのベビーチーズ4個入りとかだったら100円ぐらいで売ってるじゃん。でもこれ6個入ってるけど、まあ高級だからね、キリブランドだししょうがないか。クリームから作られています。そう、フレッシュな味わいと豊かなコク、クリーミーさのベストバランスにこだわりました。日本人に不足しがちなカルシウムも効率よく取れるので体にも嬉しい。朝食に、おやつに、いろいろなシーンでお楽しみください、だそうです。はい、トカチさん牛乳の生モッツァレラ、あれ食べたい。生モッツァレラチーズ食べてみたい。おいしい。どんな味、どんな味、チーズ、どういうチーズの味がする。あ、ロッピーチーズ売ってるけど、ロッピーじゃなくてキリがいいんですよ。今キリのチーズラブ、ヨーグルト飲みたい。ぜひ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 、売ってるかな。あと18分で1時間、ありがとう。じゃあ、あ、もう9時なのか、ありがとう。どうしよう、スーパーリッチが見たい。ショールーム終わってお風呂に入るか、スーパーリッチ見てお風呂に入るか、どっちがいいと思う。あ、味あんまりせん、本当に。アンテナショップ行かな、行ってみて。これから食べてみようかな。あ、食べてよ食べてよ。日本人でカルシウム不足が実は地味に深刻な問題。確かに。お笑い見てる、お笑いとかやってる今ね、モニタリングつけてるわ。あ、これ伊藤ハムさんなんだ。すごい、サーモンにキリチーズ巻いてる。これ絶対美味しいじゃん。くるくるキリサーモンって絶対美味しい。これはくるくるキリサーモン絶対美味しいね。小さい頃からキリ食べてる。いいね、美味しいよね。ね、これチーズ、サーモンないから作らんよ。あのチーズ食べようかな、どうしよう。いやもうでもチーズだけ食べてる気がするわ。なんかチーズ、キリのね。サラダ
サラダに塩とオリーブオイルかけて食べる。おしゃれ。本当にしてる？プラスチックの容器に入ってるヨーグルト。ああ美味しいよね。宮崎のアンテナショップ、新宿じゃない？うん。野菜も食べなあかんでって。ね、私ね野菜めっちゃ好きなの。野菜めっちゃ好きやっちゃうけど今食べれないの。お野菜。深刻な問題。深刻な問題なんです。チーズに合う飲み物、牛乳じゃない？私はお水ですけど、今。うん。ノーモッツァレラほとんど味がしない。どんな味？一面といて誕生日やもんね。ごめんごめん。新宿のサザンテラスにある。すごい。何そこ？テラス。味せんちゃう。モッツァレラ。食べてみようと思ったのに食べる。だおよ。あの誕生日の日は。なんかさ誕生日の日私だけそれ思うの。寒こぼした水。こぼした。大丈夫そう。うん。寒くないのになんかね私ね気持ちになっちゃうの。こういうわかる？なんかねそうよくあるの。本当によく。あでもリアルに冷たくなってきた。なんかいやなんか私これあるあるなんだよね。自分あるある。なんかねあの足ぶっつけた時とかも角とかにぶっつけた時も本気で痛い時もあるけど、でもねなんか大して痛くない時もあるやんかね。大してさぶつかっても痛くない時とかあるじゃん。なんか自分にはちゃんと当たってないみたいな。でも物のバーンみたいな音が鳴ったみたいな時にあの音が鳴ったらもう痛って言っちゃう癖があるからそうそうなんか物の気持ちになっちゃうんだよねきっと。そうなんか本当にあるあるで痛くなかったっていう。ちゃんとそうお家でよくある。そう痛って言っちゃうんだよ。うん痛ってなんか言っちゃう。なんかねなんか言っちゃう。京子さんの妹なんで？何の配信？ショールーム？今日ののかちゃんがさあれ歌ってたね。アーテンボーのサンタクロス。あ、ミクちゃん、なんで何の配信？テレビ見てても痛って言っちゃうタイプ。いや、テレビ見てるときは言わん。あの自分がちゃんとあの、なんかにぶつけたときとかに言っちゃうで、あ、痛くなかったってなる。
明日からのイベント配信、何のイベント？うん。ドゥルドゥドゥ。足ぶつけて本当に痛い時ってあるある、本当にある。あ、今日だっけ夢見るが下北 FM、 あれミッサーさんの顔がドンって乗っちゃったから、ミッサーさん、え、ミッサーさんだけになったんかなって思った今日。うん、京香さん、愛香さん、すごい、かが作っちゃね。ぶつけて足の爪から血が出る、待て待て、そんなにぶつけたことないわ。うん、あそこまで。あー、足の小指めっちゃ痛いよね、わかる、地味にめっちゃ痛い。なんかぶつけてる感じは全然痛くなさそうやけど、めっちゃ痛い、めっちゃ痛いやん。だからそれを一回自分で味わったら、人がぶつけてる時、あ、めっちゃ痛そうってなる。うん、笑い方がめっちゃ似てるらしい。かわいい、天使じゃん。あ、皆さん今日渚さんの誕生日ですよ。あのツイッター更新したので、皆さんいいねとリツイート待ってます。たくさんいいねとリツイートしてください。ぶつかった壁には文句言わんけど、痛いっていう、痛いっていう、うん、痛っていう、うん、うん、うん、もうすぐクリスマス、何の歌だっけこれ。ショールームあったらチェックス、ぜひ待ってますね。え、ショールーム配信終わったらお風呂に入るのとスパリッチを見てからお風呂に入るのどっちがいいと思いますか。あ、ヘキサゴンの歌だ、そう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 、そうだ、もうすぐクリスマス。皆さんぜひ見てください。あの、あ、でもこれショールームしてお風呂入るってなったら、ちゃんと浸かりたいから間に合わないかもね。お風呂、あのね、お風呂ね、最近ホテルでお風呂は1時間ぐらいかかるかな。スーパーリッチが先かな。でもスーパーリッチ先にしたらお風呂入るの11時になっちゃうから、スーパーリッチ今日1時間で終わりますか、最終回よねってなったらさ、11時に入って12時に出て、で髪の毛乾かしていろいろしてた、1時になっちゃうか、今日寝れても1時、一番早く寝れて1時、今日どう思う、先に見た方がいいか、気に見た方がいいかな、やっぱお風呂疲れんくなるよね。そう
だよね。あ、でも、あ、でもこれもよくない？一回お風呂に入ってシャワーで髪の毛とか全部洗って、あ、あのお風呂に入って、そう入って一回出て髪の毛を乾かして、あのうるさいか、ドラマ見ながら乾かすので、その後また次は浸かりに行くって、ダメ？ダメですか？外でも浸かりたいタイプなんやって。いや、私逆にホテルでめっちゃ浸かりますね。うん、二度手間かな。あ、あやちゃん来た。二度手間？二度手間か。え、でも髪の毛乾かしてお団子にして浸かるのどう？二度手間すぎる。いや、私いつもね、あの髪の毛とか全部洗い終わってから溜めるの、ホテル。どうかな？ダメ？ダメではない。うん、どうしようかな。え、どうしよう、本当に。え、どうしよう、どっちがいいと思う？お風呂に、あ、ドラ、ショールーム配信終わったらドラマに、あ、ドラマを見てお風呂に入るにするか、その場合でも寝るのは1時になるので、それか、お風呂に入ってから、お風呂にダッシュで入ってドラマに間に合わせるか。でもそれは無理そうなんだよね。それか2回入るか、あの浸かる用と普通にシャワーで頭とか洗う、普通にお風呂に入って1回出て、どうしよう、テレビをお風呂場に持っていっちゃえば手っ取り早いね。そうしよう。いや無理よ、そうしよう、無理よ。今貯めておけば、いやいや、今貯めたら浸かるだけになっちゃうじゃん。私はあのお風呂に入ってから全部終わった後に、あの貯めて使ってまたあ、やめとく、うん、やめとくっていうか、またあの何て言う、またボディーソープで洗って出るんです。そう、先にお風呂入って見逃してもない、俺が内容教えてあげる。いや、なんかさ、 TVer とかでも見れるか言っちゃうけど、でもあの生で見たいじゃん、最終回って。髪洗ってスーパーリッチ見、あ、髪の毛だけ洗ってスーパーリッチ、いやいやいや、あ、でもどっちにしろ後でまたあれだもんね、浸かるのに入るから、そうか、そういう手もあるか。どうしよう、髪だけ洗っちゃう先に。と、いやでも髪洗うならもうお風呂済ませたいわ。見た後に浸かる。うん、どうしよう、全部洗って一回出てお風呂溜めといてドラマ見たら、あ、めっちゃいいかも。え、冷めん？お風呂冷めん？いや、朝は入らん。今日レッスンしたからもう絶対に入るっていうか、私夜お風呂に入んないとダメなタイプ。夜お風呂にちゃんと入りたいっていうか、入る、絶対に。お風呂2度入ることってありますか？ある、あるよ、普通にある、全然ある。汗かいたら絶対シャワー浴びるし。あ、ドラマだって途中で食べ始める。あ、コマーシャルの時とか、あ、めっちゃいいじゃん。待って、そうしようかな。あー、でも間に合うかな、間に合わせるんだよね、こういうのはね。うんうん。え、じゃあそうしようかな。じゃあショールーム終わったらお風呂に入ります。
私お風呂に入って、あ、でもショールーム終わって40分ぐらいあるからお風呂大丈夫じゃん。入って済ませちゃって、あのあれだね、あのスーパーリッチの最後らへんになったらクライマックスぐらいの途中のコマーシャルになったら終えためればいいってことね。そうしよっかな、そうしよっかな。待って、普通にお風呂の話しちゃったよね、ごめん。普通にあのスーパーリッチとどっちを優先するか話しただけ。あ、でも何時に始まる？10時かな、10時。そう、お風呂に浸かりたいから、湯船に浸かりたいから、特にさ、レッスンした後って体疲れてるから湯船に浸かりたいんですよ。ってことで私はじゃああれですね、スーパーリッチ終わった後に浸かりますね。とりあえずランキング見ますね。1時間経ったみたいなので、いやもうでも私あれかも、ドラマ見てから入るかもしれない。どっちになるか分かりません。ランキングもね、13位、こうへいさんお誕生日おめでとう。12位、愛知県のゆうぽんさんありがとう。11位、宮崎のおじちゃんとマーク、カレーのおじちゃんありがとう。10位、はやぶさ305アットマークそらだちさんありがとう。9位、りゅうさんありがとう。8位、ぶっちゃんありがとう。7位、かずにさんありがとう。6位、ざんみにさん、かむさむにだ。5位、すぬぽんさんありがとう。4位、ひでとさんありがとう。3位、しのアットマーク今週の土曜日日曜日お話し会楽しみ、私もありがとう。2位、やす1983さんありがとう。そして1位はどまさんでした、ありがとうございます。はい、それではね、今日も見てくださってありがとうございました。明日はクリスマスイブだよ、みんな多分明日も配信できると思うので、あのまた直前になるかもしれんけど言うね、するときは、うん、見に来てください。オンライン話し会も待ってます、皆さん。はい、それではおやすみなさい。せーの、それのじゃんけんじゃんけん、ほい。今日たくさん泊まっちゃってごめんね。でも最後の方はめっちゃみんなとお話できて嬉しかった、ありがとうございます。おやすみ。10時40分ぐらいに溜め始めたらいいよ。 OK OK、 じゃあおやすみ、ありがとうみんな、バイバーイ。